こんにちは、ブルーホースでございます。本日もねやってまいりましょう。観光ツアー第3弾でございますね。はい、前回ね村中央広場というところをねご紹介してまいりました。今回農場の皆さんをね、一人一人ご紹介してもい、きたいというふうに思います。まずはですね、あれ会いましたね。はい、あちらがですね、こちらの農場のですね、あのリーダー格を担っていらっしゃいます。はい、今ちょっとあのだいぶやばいところでございますが、はい、こちらが太郎さんでございます。ありがとうございます。はい、太郎さんご出演、わずか5秒というところでございました。はい、しかしまあご出演いただきまして誠にどうもありがとうございました。でこちらがですね、イグアナドンの骨ですね。こちらなんとですね、あのただの農場ではなくって、なんとあの恐竜の化石発掘までやっているというね、非常に珍しい農場でございますね。で、まずあの、ちょっと人物紹介からしていきたいというふうに思いますんで、はい、今のはですね、まずあの、一人目太郎さんというところでございました。で、続きましてあちらにいらっしゃるのがトメコさんでございますね。あの、みんな大好きトメコさんですね。はい。トメコさんのあの、持っている槍でですね、あの、皆さん刺されることがもう、好きすぎて、こちらの農場では、あの、男性陣は働いていらっしゃるということで、その目に私の方が刺してあげましょう。はい。こちらがご褒美プレートと呼ばれるものでございますね。はい。今のが、とめこさんのお仕事でございました。はい。お乳ブッシューっていうところでございますね。はい。で、中でガシャ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 言っているんですけれども、そこは気にしないですね。はい。続いてゆっくりと紹介してまいりましょう。はい。で、こちらの農場はですね、非常に今、あの、お乳とかね、あの、豚肉を育てるところって、あの、すごく有名なところでございますが、こうやって、あの、役に立たなくなった牛に関しては、あの、容赦なくそのまま放置するという風習がございます。はい。ですので、あの、腐ったやつがね、あの、そして、あの、弱った腐った牛をですね、あの、こうやって食べることによって、さらに、あの、強い牛や豚や鳥を育てていくという、そういうところでございます。はい。そして続いてですね、こちらの方に進んでいくと、まあ、後ほどですね、あの、このなんか青いのぶら下がってるのは何なのというところはあるかもしれないですが、こちらまた後ほどご紹介させていただきたいというふうに思います。で、こちら正面向かっていくと、あれ？あれ？いない、いらっしゃらないですね。あれ、こちらの方にですね、あの、普段なら、あの、あれなんですよ、中林さんがいらっしゃるんですか？中林さんがいないですね。あれ、中林さん？中林さん！中林さんがいないですね。いないですね。あれ？ちょっとコッケー1号。あれ？中林さん知らない？中林さんがちょっと今見当たらないみたいですので、ちょっと後ほど探しましょう。はい。こちらにいらっしゃるかなと思ったんですけれどもね。はい。じゃあこちら、まあ、私の方でお金は猫ババさせていただいて、青いメダリオンを壊してくれということだったので、はい。それを青いメダリオンを壊しましょうと。はい。あれ？中林さんいらっしゃらないですね。いないなら仕方がないですね。はい。こちらがですね、あの、先ほどの風車かって言ってたところなんですけど、こちらね、ピー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 言ってるのはですね、あの、これですね、はい。これが一体何なのかというと、実際私、あの、身を挺して試してみましょう。こうなります。うえぇー痛いはい。ということで、あの、ピッ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 なっているやつはですね、あの、侵入者を拒むというね、非常に恐ろしい手段を持っているというところでございます。はい。皆さん、ですので、あの、飛び込む際にはね、横にある解除ボタンを押すか、下をくぐり抜けるかをしてください。で、くぐり抜けられない解除も難しいという場合に関しては、あの、銃で破壊するということをお勧めさせていただきます。で、こちらにあるのはですね、あの、すべて小麦粉でございます。小麦粉に関しては、小麦粉の中で火薬をボーンとさせてしまうとですね、あの、粉塵爆発で、あの、この風車ごとボーンって、あの、破裂してお亡くなりになってしまいますので、あの決してそのいうことがないようにですね、だけですね、あの皆さんご注意ください。で、こちら風車ですね、くる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 回っているというところですね、この風車はおそらくあのバイオ村インルーマニアから取ってきたというふうにお見受けするんですけれども、これをこのままくるくるくると回してもですね、ただただ回ってですね、こちらの上と噛み合わないよということなので、この間にある歯車きちんと取ってこいよというお叱りを受けましたので、まあ、こちらに皆さん向かっていこうというふうに思います。はい。で、この中向かっていこうと思うんですが、本当に中林さんいない？中林さんいないですね。中林さんが いませんので、鈴村さんにですね、話をちょっと聞いていきたいというふうに思います。ということで、現場の鈴村さーん、でん、でん。あ、鈴村さん、ちょっと今日はあの、右手の調子が悪いから、ここで勘弁してよということで、あの場でですね、星草に向かってあの、お亡くなりになってしまいましたね。はい。星草でベーンと寝ちゃうよということでございます。あれ鈴村さん鈴村さんはどうやら黒い液体となって消えてしまったようですね。はい、で、牛の声がバーンと、うえーって言ってることなんで、はい。ちょっと彼行ってみましょうか。はい。牛島くんですね。はい。闇金牛島くんがついに登場するということですので、牛島くんに登場していただきましょう。牛島さーん！牛島さんにはちょっと私、あの、プレゼントがありますので、こちらをちょっとね、あの、ご紹介しようと思います。えい！牛島さん！マジか！借金返してきたよー！狙い！で、こちらで確か中林さんが追加されるということは？あ、中林さん？あ、中林さんいたね。中林さんいたいたいた。ほい。中林さんがいたんで、中林さんちょっといなかったから罰です。はい。で、続いてですね、闇金牛島くんには、
うりゃあ、牛が襲ってきた。まあまあ、メロテテ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 テ、仕方ありませんね。じゃあここで産み落とされた卵を食べてみましょう。はい、チャーということですね。牛が非常に暴れております。牛が非常に暴れてます。ああ、ここでですね、非常に恐竜の化石発掘が行われているんです。イグアナドンと、それからこの尻尾はベロキラプトルだ、ベロキラプトル。そしてうーんって言ってゲイで終わり。牛がブーって暴れてますね。はい、やかましいんだよーって言って、はい、終わりかな。あ、まだいらっしゃいましたね。はい、こちら佐藤健さんでございます。ゲイ。ちなみに、タケルの字は、あっちですね。あっちのタケルなので、もうタクトのもう、違う。なんだっけ、それは K だった。もう、あれ、タケル難しいなって紹介した、猛獣の棒でございますね。はい。なので、例の有名な俳優さんではないので気をつけてください。で、スキック。で、ここでね、破片集団。ここは固定のアイテムでございますね。じゃあ、こちらの農場で働かれている皆さんをね、ご紹介することができましたんで、まあ、ここから農場そのもののね、ご紹介をね、一つ一つしていこうかなというふうに思いますので、皆さんぜひご付き合いください。ということで、ここにね、またね、ドミトリスク夫人とね、グリーンハーブの生成をしているというところでございます。で、こちらですね、農場で、こちらの家畜たちを育てるための、アイテムがたくさん揃っております。ところが、まあ、ちょっと使い古してね、予算の関係上もあって、なかなかアイテムを改変することができないということで、結構古いアイテムを揃っているので、まあ、そろそろここに予算を突っ込んであげてもいいのかなというふうに思います。で、先ほどですね、ミッションと対されて、なんか青いメダルを壊してくれってことで、バーンってやっておきましょう。はい、くるっと振り返って、これ5つ壊すと、なんかいいアイテムが手に入るということでございます。そしてこちらですね、小さい風車があるんですけれども、これ吹いてる方向に向かって、体がピーピーって回ってくれるんですが、ここに回ってるんで、これをね、破壊すると、なんとですね、アイテムが手に入るというところでございますね。はい。で、これちなみにですね、こちらの井戸の上を回ってる間にベーってなると、ウジまみれになってしまって、価値が下がっちゃうんで、ご注意くださいというところでございます。はい。で、こちらの小屋には何もないので、無視してそのまま進んでいきましょう。はい。こっちに行ってもね、特に何もアイテムがないというところで、なんかつまらないなというところでございますね。はい。で、原作に関しては、皆さん覚えてらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、ここですね、ここでよく壁抜けのあれをね、ギリギリのところ行ってね、向こうのなんかよくわからない狭間の世界に行って、ファーってなってた人が多いかと思って、当然だから今回原作ではすることができませんと。はい。で、これが黒毛和牛の豚でございますね。黒毛和牛って言っちゃったね、牛じゃないですね。はい。まあ、そういう黒い豚もね、鹿児島さんの方でね、ブロイラーは違うね、ブロイラーはあれでね、牛じゃなくて、鳥さんですね。はい。で、ちなみに、ほら、よく豚がさ、なんで、東北の方で、東北じゃない、九州の方で育てることができるんですかっていうことをね、ご質問でいただくことがあるんですけれども、それは、その理由はですね、やっぱり、火山で、足元がね、豚にとって非常にいい足元をしているからっていうところが、なんか多く、そういうのが情報があるということを、なんか僕は地理で習ったことがあります。それが果たして本当なのかどうかっていうのは、わかりません。だったら、牛でも鳥でも、他のね、動物でもいいんじゃないかっていうところなんですけどね、はい。で、続いてですね、こちらを進んでいくとですね、先ほど私がね、闇金牛島君とお出会い、出会ってね、目と目が合う瞬間をやったところでございます。で、こちらを覗いていくとですね、いろいろとアイテムが落ちてございますので、ここら辺のアイテムを、ね、取り忘れることがないように気をつけてください。まあ、今回私ね、無限武器を使って、かつアシステッドというモードでやっておりますので、弾が尽きるということは一切ありえませんが、ノーマル以上のね、難易度でやられる方はね、本当にね、私のね、1周目のパートの動画を見ていただいたら分かると思うんですけど、本当に弾が枯渇してね、もうギリギリ、最終パートまでギリギリというところがございましたんで、アイテムの取り忘れだけっていうのは、決してないようにご注意いただけたらなというふうに思います。はい。で、こちらですね、外から入ろうと思ったら、今、皆さんに見ていただいた通りですね、内側から鍵がかかっておりますので、中から入ることはできないというところでございますので、ご注意ください。で、こちら、こうやってバーンと開けると、はい、外からですね、外の鍵が開いたと思いますので、これ、はい、バーンと。ところが、これにもね、これも実は、こちら、鍵がかかっている状態になっておりますので、本来は入ることができません。ですので、風車の上のところから、こちらにポンと降りてくることによって出来上がるということでございます。はい。で、こちらで青いメダルを全て、達成というところでございますので、青いメダルをどうやって壊したらいいのか全部見つからないよという方はですね、私の、攻略、こちらの動画をご覧いただければなんとか進むんじゃないかなというところでございます。ちなみにですね、今回ちょっと無視をしたんですけれども、こちらのね、地図を見ていただくと、青いメダリアンがどこにあるのかっていうのも全部見ることができるんで、その近くまで行っていただいて、上とか下とか見ていただいたら、青いメダリアンを手に入るというところでございます。だんだん村からなんか攻略動画みたいなことになってますが、ので、趣旨が変わってきちゃいますんで、きちんと村のご紹介をしていきたいと思います。ちなみにこちらをボーンって破壊してもですね、残念ながら、外の板がボーンって中になるだけで、こちらのね、ガラス窓を破壊することができないという仕様になっております。不思議ですよね。ガラスは割れないけど、板は倒れるっていうね。はい。で、歯車を取ることができましたんで、一旦こちらに戻ってきてね、粉塵爆発を起こさないように、銃だけを撃たないように気をつけて、で、はしごをくるっと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 戻っていくと、いよいよですね、なんと、じゃあ、ようやくちゃんとはしごを動かすことができるということで、こちらちゃんとハメハメをしてからですね、ちゃんと穴にハメハメをしてから、こちら回すようにしてみてください。いや、じゃないとね、またね、下だけくる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 
ど回った状態で、何が起こったのか分かんないっていうことになっちゃうので、そこはご注意ください。はい。すいません。ちょっと水分が必要になりましたので、ちょっと飲み物を飲ませていただきました。で、ここね、ここ普通にね、ぴょーんと飛ぼうと思ったんですけど、ぴょーんと飛ぶことができないので、はい、くるっと振り返って、この、こっちから降りるかって、まあ、そこら辺好き好きに、どこから降りても全然問題ありませんので、やってみてください。まあ、タイムアタックだとね、飛び降り方っていうのもあるかもしれないんですけど、そんなところはね、もう一切気にしなくて結構でございます。で、ちなみに、ここですが、ここ今、朝来てね、一周目というところなんですけど、二周来ることができます。はい、なぜかというと、こちら走っていくとね、おいこちらって言ってね、走ってくるね、ハンサムなプーさんがいますんで、そこら辺で、これね、あ、やったグリーンハーバーだ、体力回復ができると思って拾おうと思ったら拾えないんで、これはご注意ください。これはあなた自生しているワカメでございますからね。はい、なぜ海藻がこんなところに生えているんだということかもしれませんが、そこは気にしないで生えててください。はい、はい、はい。で、こちらのですね、やつもね、木の板で出来上がっているところになりますんで、ちょっと足元はおぼつかないかもしれませんが、切れて落ちてるっていうことは一切ありませんので、そこはご安心いただけたらなという、安心の設計になっておりますね。100に乗っても大丈夫なね、どこかの物置と同じ作りでございますから、ここの、ね、鉄線があれば大丈夫というところでございますね。はい、じゃあこの先進んでいきましょうか。はい、この先進んでいくとですね、はい、こちらの、松明等々があるんですが、これ夜になったらね、お抱えの人がね、パーンとつけてくれるようになってますんで、はい、ご安心くださいと。で、この中ですね、この中では後ほどですね、激戦が繰り広げられる予定のところになっていますので、まず花火をね、ぶち上げといてね、こちらで盛り上げとくような、盛り上げる準備をしておきましょうか。はい。はい。これで花火がね、打ち上がりましたんで、はい。これはディズニーシーのね、なんだっけ、ファンタズミックじゃなくて、それは終わった、ファンタズミックが終わったんだな。その次のね、ミーシャさんが歌ってるやつのね、同じくらい匹敵するくらいの盛り上がった花火になりますんで、それも、またお楽しみくださいと。で、こちらでね、なんかゴンドラみたいなのがあるんで、あ、もしかしたら、バイオ RE4 も、原作と同じでゴンドラなんか進んでいくのかなと思ったら、一切これただの飾りでね、全然使う予定がなかったというところですね。これ、今見つけたというところなんですけど、そういえばなかったなと思ってね、ゴンドラを使うシーンがなかったので、非常に残念だな。ゴンドラでね、敵を撃ち落としたり、飛ばしてくるやつを撃ち落としたりとかってすると、後ろでアシュリーちゃんが可愛くガッツポーズなんかをしてくれるので、非常に可愛いななんていうふうに思ったんですが、残念ながらその仕草を見ることが一生できないまま、バイオ RE4 は終わったということですね。で、先にガラスバーンと割って開けといちゃいましょう。敵がね、入ってきやすいようにね。敵って言っちゃったダメだな。キャストさんが入ってきやすいようにですね、ちゃんと窓ガラスをね、パパパって開けとかないとね、はい、入ってきてね、すぐにね、キャストとゲストが交わってね、百風楽しいパレードさん、テケテンテンテンテケテケテケってできるようにしとかないといけませんので、はい、ここダダ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 ダって打ちながら、はい、で、こっち進んでいきましょう。なんかだんだん雑になってきてる気がしますが、そんなことは気にしないでやっていきましょう。ラゴということでね、はい、デルのラゴでございます。はい、デルとラゴはなんかグリとグラみたいなね、感じがするかもしれないですけど、まあそんな感じで進んでいきましょう。じゃあこちらですね、こちら進んでいくとね、こちらが残酷な牛のテーゼということで、こっち進んでいこうと思うんですけど、ほとんどなんかもう盲腸じゃねえ、ほとんどもうホルモンみたいにされてますね。まあ牛のホルモン僕好きなんですよね。特に千枚が好きですね。千枚と蜂の巣というのはコリコリした感じのところが好きでございます。もう臭くて押せないよって言ってるんですけど、臭くても押させましょう。はい、グリ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 、はい、押してまいりましょう。はい、で、こちらね、まっすぐ進んでいくとね、今度は、どこに進んでいくかというと、まだちょっと見えないですね。はい。まあ、農場のご案内が終わったというところなんですが、まだ多分おそらく20分も紹介してないというところになりますんで、このまま先に進んでね、いろいろとご紹介をしていきましょう。ここ一本道になっていると思いきやですね、実は木の裏側の、裏の方にね、もう一つ通路があるんで、もしこれから初見プレイやるよという方は、まっすぐ進んでいくと、潰されてしまいますんで、そういうことがないようにですね、こうしちゃって。で、あそこにですね、おじさんがこちらを見つめているんですが、あいつはね、なんか音楽がシャキーンってなってますか？あいつはね、実はスイッチを持っててね、ここにあるね、岩をね、バーンと落とすことが、落とそうとして、企んでいますね。先にこちらから先手打っちゃいますよ。ダーン！ご挨拶！で、落ちますふーって、落ちなかったですね。はい。落ちないということなので、じゃあこのままこっち進んでいきましょう。こっち進んで、なんだ結局誰かを関わらず、爆弾がバーンと落ちてくるというところですね。ところでですね、ちゃんとやつ潰れたかなと思ってね、お二人が追加されるんですけど、残念ながら潰れてませんよということで、こちらからご挨拶をもう一回差し上げましょう。デーン！カキーン！ストライクバッターアウト。俺がバッターだった。次、はい、次、当たんねえ、全然当たんない。あれ、ちょっと全然当たんない。当たった。腕が取れました。安いもんだ、右腕くらい。
あやばい、こっち向かってくるとするので、こっち来させませんと。なんでね、今走っていくのをこっち、阻止しようとしたかというとですね、なぜかね、僕が向かうことができない、こちらからの裏ルートですね、ここからね、敵がポーンと飛び降りてくるという、そういうね、やばい仕様になってますんで、そんなことをさせないためにもね、こちらから進んでいこうというところでございます。はい。で、ここにですね、岩があるんですけど、ここに乗ってね、来ようって、こうってやると思うんですけれども、そんなことはさせませんよって言ってね、おばちゃんがこちら向かってこようとしてますんで、このおばちゃんがね、走ってくるんで、はい、これをご褒美って言って、パシーンってやっていきましょう。で、こっちから切って、パシーンってやってて、はい、って切って蹴ると、はい。おばちゃんは蹴るに限りますね。はい。で、おばちゃんのちょっとここを覗こうかなと思うんですけれども、まあ皆さんね、左足の痙攣を見たらね、ああ、おばちゃんそんなことしちゃダメだよっていうね、そういうお声が聞こえてこようかと思いますんで、まあちょっと岩場をね、大自然を眺めながらこう、前に進んでいこうかなというふうに思います。はい。ちょっと待って。ごめん。本当に水飲ましてごめんね。水っていうかコーヒーなんだけど。体熱っ。よし、進んでいこうか。はい、進んでいきましょう。で、この中がね、進んでいくとね、トンネルをくぐり抜けると、そこはまるで雪国だったと思ったらね、ですね、この先進んでいくとね、純粋な心を持つ大人じゃない、純粋な心を持つね、子供しかね、人間の姿のまま出ることができないというところなんですね。はい、残念ながら心をくぐり抜けて邪悪な心を持つ大人になってしまった場合、全員豚にさせられてしまうという、どこかの千と千尋みたいになっちゃうんで、そこら辺ご注意くださいと。で、今回のね、無敵の、彼らをご紹介したいと思います。はい、豚とコウモリでございます。豚とコウモリはですね、こうやってダーンって撃つじゃないですか。そう。で、彼らはですね、害虫と違ってですね、害虫扱いされていませんので、こうやって撃ったとしてもですね、なぜかすり抜けるというね、無敵のコウモリでございます。無敵の豚とコウモリでございます。はい、で、こっち1000円稼ぐことができましたので、まあ、お小遣いがもらえたからそろそろ飛んでっていいよという、まあ、こいつらはおそらくね、モニュメント及び、びっくり要素なのかもしれないというところでございますね。はい、ここら辺ね、木の板がバン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 あるんですけれども、はい、ここら辺から注意でございます。で、何が起こってるかというとですね、ダイナマイトを持ったおじちゃんおばちゃんたちがね、こうやって、あーばえそうと言いながら、でーんってやってますんで、彼らにですね、こっちからね、爆発物陳列だー、びっくりした、目の前にいたんですね、気づかなかった、ラスヨーダーンと、はい、お亡くなりになってください。で、あたりにですね、ロケットランチャーを持った、ロケットランチャーを持ってるのはこっちだった、はい、爆発物を、ね、持ったおじさんとかね、斧を持ったおじさん、こっちに向かってきていますんで、はい、じゃあ、中林さん2号ということで、カチンとやっていきましょうか、はい、もうそんなに名字がパン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 出てくることがないんでね、1、2、3とかで、ふふみさんというふうにお呼びしましょうか、はい、ふふみさんを亡くなると、こいつ挟まれたままチーンってなってますんでね、かわいそうに、ゾンマイということで、でどんどん向かってきますんで、カキンって、カキンってやろうと思ったけど、カキンってできなかったんで、こうやってなんか痙攣を起こしておきましょう、はい、で、ダダ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 で、こっちの、接近戦はね、四角タイプライターの速いということをお教えしましょう。はい、足が吹っ飛んで、ネビアウトになって、くる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 ってなってるんですよ。あ、これ生きてます？生きてるんだ！生きてる、すごい素晴らしい、そして起き上がってきてる、残念だったな。で、ダダ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 ダ、安いもんだ、右腕くらいということでね。あれ？あ、ダメでしたか。ダメでしたね。ダメなようでした。はい。で、これはちなみに、こちらの足を引きちぎることができるんですか？あ、そんなことさせないよと思ったけど遅かったでございますね。で、これをまた足を、引きずってズル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 やってるんですけれども、まあなかなかグロテスクなシーンでございますので、苦手な方はですね、1、2分飛ばしていただいたら、まあなんか適当になると思います。はい。こっちみんな死んで、はい。こっち見ても大丈夫なようにね、黒焦げにしておきましたんで、はい。で、こちらの方をまず進んでいくとね、おー、これがサウザンドサリー号の慣れの果てということでございますね。はい。で、こっち進んでいくとおばちゃんがね、アイバーエッソーって言ってますんで、あしゃがんでパンチラン仕上げるよって言ってくるんですけど、俺は興味ないから蹴っておいてやるよってことで、こっち進んでいきましょう。はい。で、ここの樽の中にですね、ラム酒が眠っております。ラム酒がね、大好きなね、パイレーツ・オブ・カリビアの、誰だったっけ、はい、ジャック・スパローとかね、それから、名前を忘れた、クロコダイルじゃなくて、クロコダイルはジャック・スパローでもなんでもない、ファイルスポカリも出てこない、はい、こちらの湖でデルラゴがいる湖でございます。はい。そして、くずついて、ここらね、ここら辺にね、なんかね、よくわかんないね、ほら、足あった、足。あいつがね、ピコ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 やってますね。これを壊すのを忘れないようにしてください。これを壊しておくと、プライマルナイフという無限のあれが手に入ります。で、結構ブラックバスとかね、ニジマスとかそこら辺が手に入るような村でございますが、ここら辺もさすがに腐ってて、レオンさんもね、これはちょっと食えないわーって言って、今回却下されているというところでございます。で、結構ね、皆さんね、見落としがちなのが、あそこのおばちゃんなんですね。あそこのおばちゃん、ダダ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 、こちらからプレゼントこう言うて爆発させておいてあげましょうということでございますね。あれ、まだ生きてらっしゃいますね。はい、さっそく、おやすみなさい。もう無理でございます。はい。今日おやすみなさいというところですね。はい。で、こちらの小屋の中には、いろいろとアイテムが眠っているんですけれども、またこうやってカチャーンとなっていると。で、さっきお見せした通りですね、こう爆発物陳列外がこうピッ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 になってますんで、そこに引っかからないように、これ近づいていくと F で解除することができますので。ところが気をつけてほしいのが、これですね、これをこう、解除できてる、やったーと思ってね、調子乗ってバーンってやると、ウェーってなりますんでね。はい。これを身をもって私は教えるということで、成り立っております。で、こちらアイテムをカチャーンってやると。はい。で、そうするとお金が手に入りますということですね。はい。で、ここはですね、残念ながら小屋という扱いではあるんですけれど、雨が降りしきったらもう全然ね、雨を降り、全然、
雨をね全然ね防ぐことができない仕様になっておりますので、そこはご辺ご注意くださいと。でここら辺確か進んでいくとですね、あの辺りにないのか、こっちかあったですね、まあまだちょっとなんかどっかからダイナマイトをドド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 ドやってきていらっしゃる方がいらっしゃるので、そこはご注意くださいませ。痛いです。ちょっとうるさいですね、中野さんがいらっしゃいますんで、うるさい中野さん爆発物投げてきますので、こっちも爆発物を送っておきましょう。はい、プレゼント、お気をつけてください。でこちらがですね、かなり有名なデルラゴですね、ラゴってさっきあったじゃないですか、そのデルさんが住んでいるところでございますね。はい、デルといっても DLL ではありませんのでご注意くださいね。DEL でございますので、はい、ご注意ください。でこれ私ちょっと気になってるんですが、あっちの方からダダダダしたらデルさんがバーって出てくると、こっちは出てくるんですかね。ダダ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 ダ、怖いから避ける、出てこないようですね。はい、残念でした。こちらの方では出てこないようになっているみたいですね。はい。では、こちらの方を進んでまいります。わー、痛いでございます。はい、皆さん、トラバスミがこのようにね、四方八方仕組まれていますんで、はい、気をつけてください。私みたいな、無様な観光ガイドにならないようにだけご気をつけくださいと。はい。で、アイテムがね、まだね、上の方にチラッとふわ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 浮いてますんで、ここら辺を見ると、ほら、あそこに金のやつがね、パーンと浮く、パーンと浮く、パーンと浮く。落ちてきますんで、これを拾っていただいたら OK でございます。はい、サファイアゲットでございますね。はい、で昔ね野原銀之助さんという方がいらっしゃるんですが、日本の銀之助さんと幸せを運ぶツバメの話があった時にですね、幸せを運ぶ話と、ごめんなさい、幸せを運ぶツバメの話とですね、それから風間くんが銅像になっているというお話があるんですけれども、サファイアがですね、なぜか食べ物だと思って勘違いしてね、硬くて仮面っていうね、謎の、ワンシーンを見せるという、野原銀之助さん渾身のボケというアニメがありますんで、ぜひご覧いただけたらというふうに思います。でこちらの方を進んでまいりましょう。小屋の後ろをですね、ご覧いただくとですね、今まだ開けることのできない宝物が眠っているということになったので、こちらをね確認しに、あ、宝ここにあるんだ、絶対忘れないようにまた戻ってこようということで、確認だけしていただいて、中でね激しいどんどんプレイをやっている方がいらっしゃるので、どんなことをしているのかなと思って、まずはこの中にダイナミックシーンをしていきましょう。はい、ちなみにですね、こちらの中にアイテム結構眠っておりますんで、拾い忘れるだけないようにご注意ください。で、こちら、アラティーロンですが、漁師小屋でございますね。先ほどあっちあった、ブラックバスとかラッカーバスとかね、そういうのがいろいろと手に入ることができるような、村になって、ところになってますんで、ここでね、いろいろとしめ縄だったりとかね、森だったりとかっていうのをやって、で、ここで、釣りたて、つきたてのですね、魚をね、皆さんで食事するというですね、非常に楽しい毎日を過ごしていたということでございます。はい、一応これが、ディズニーシーというところの浮き輪マンでございますね。正義の味方、浮き輪マンということで、はい、もうこちらのね、ご紹介ね、解除する、そして爆発するっていうことはもうお見せしましたんで、ここはもう無視していきたいというふうに思います。で、ガンガン言ってるんですけど、これで見てください。皆さん、これがね、なんだったっけね、ジェニファーじゃなくて、なんとか人形でございますね。はい。で、こちらで、出来合いのね、スープがあるんですけど、これはオニオンスープでございますね。オニオンスープはやっぱり上の方にね、クルトを乗せると美味しいというところでございます。ちなみにこれはですね、ラクーン君が乗っていた、フィギュアのね、フィギュアのラクーン君が乗っていた乗り物でございます。乗り物っていうのが台座っていうのかね。はい。で、こちらのですね、一個一個確認していくと、まずはこれ、はい。これがまずワインレッドで、レッドワインで、それから、で、ガンガン言ってますね。ガンガン。で、こっちに顕微鏡があるんですけども、この写真を眺めていただくとさ、いるのは村長と、それからこれは左はルイスでございますね。え、本当なのっていうふうに、私には確証はありません。で、こちらが、6本線があるので、これはアコースティックギターでございますね。で、こちらの、ペンがありますんで、ところがもう全部インク切れで、先っちょが乾いてて、全く書くことができないという仕様のものになりますんで、何かメモ残してね、皆さんが手記とかいろいろ残すじゃないですか。手記とか残して、あ、俺もそろそろ終わりだな、手記残そうかなっていうふうに思ってる方いらっしゃると思うんですけど、残念ながらこれは書けませんので、自前のペンをお持ちすることをお勧めいたします。でこちら進んでいくとですね、なぜかねこちらでね、はい、中村さんがいらっしゃるということでね、うわー、ここにお宝が眠ってるんだよって、出来たてのお魚が食べたいんだよっていう風にね、一生懸命発表してらっしゃいますが、残念ながらね、そこにはお魚がないよって、そこにいるのはね哺乳類だよってことで、でこれ慎重に近づいていくとですね、あ、なんかいたなーってことで、ダーンと、はい、そして、なぜか頭を打ったはずなのに右腕が吹っ飛んでいくという面白い週になっております。はい、でこちらもですね、開けると、ここにもちゃんとしっかりとお金が眠っておりますんで、取り忘れないようにご注意くださいと。はい、一緒に魚が荒れていらっしゃるんですけれども、実はですね、さっきここ棚隠されてたじゃないですか。この棚をオープンセサミにすることによって隠し、部屋が出てきてですね、でこちらのベッドでのんびりと横になりながら魚の干物を食べるというのが今の 中村さんのですね、毎日の日課だったということでございます。はい。で、こちらですね、非常に今、行儀が悪い行為をしておりますが、この中に実はね、地下通路の地下部屋が隠されているというところですね、ここをオープンセサミすることによって、今からね、私は重要人物にお会いしたいというふうに思います。ということで、おりましょう。シュン。パッキ。はい。
で、この中は特に独断ですね、何かあるというわけではありませんが、実際ですね、ここで今、うにゅ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 しているんですけれども、実はここにですね、今は取ることができるんです。宝物が眠っているというところでございますので、皆さん、ここに戻ってくることだけは、夜ね、戻ってくることだけは、お忘れなくご注意くださいというところでございます。はい。で、くるっと振り返るとですね、皆さん覚えてますかね、原作のバイオハザード、チャプター5の4でですね、朝袋に隠されてうにゅ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 しているやつがいたかと思うんですけれども、それの正体はこれでございます。ということで、今からゆっくりと出て開けていきましょうか。銃で撃つことはできません。はい、ではオープン。あ、痛かったよ、プーさん。ブブ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 ブ。ゆっくり剥がせよ。髭が剥がれないところが、素晴らしいことですね。さすがいいね。じゃあ、セニョール、タバコあるか？いや、ガムなら。そうか、残念。ならこれほどいてくれ。くそ、あいつだ。誰だ？私です。止まれ止まれ。はい、こちらがですね、今回の観光ツアーを心よく引き受けてくださった村長、ベテルス・メンデスさんでございます。はい。ところがですね、彼がね、あまりにもですね、村の、ちょっと、鍵付けすぎているということでですね、ちょっとこのまま観光ツアーを続けてもいいけど、その代わり一部制限縛り入れるから覚悟してよということでね、今卵を植え付けられちゃいました。はい、お砂のね、卵を植え付けられて、キャッキャウフをするということでございます。はい。ということでですね、はい、第3弾。バイオ村観光ツアーインスペインというのを終了とさせていただきたいというふうに思います。はい、次回からですね、ちょっとまた場所を移して皆さんと共に観光ツアー、ぜひ行っていきたいというふうに思いますんで、お楽しみいただけたらというふうに思います。ということでね、本日も最後まで動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いできたら幸いでございます。では次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。